Google Nexus n e x u s Player Nexus Player は Google と ASUS により共同開発されたデジタルメディアプレイヤーである。これはコンシューマーデバイスの g o o Google Nexus ファミリーにおける2番目のメディアプレイヤーである。Android 5.0オペレーティングシステムを起動することで Nexus Player は Android TV プラットフォームを採用する最初のデバイスとなる。Nexus Player は クロームキャストが最初に導入したテレビのメディア再生を選択肢制御する機能である Google キャストをサポートする。2016年5月24日 Google ストアでの販売が終了し2017年9月にはバージョンアップデートの提供が終了した。また2017年11月の更新を最後にセキュリティアップデートの提供は保証されていない。 ネクサスプレイヤーは2014年10月15日にベールを脱いだ。そして2日後に Google Play s t において99ドルで予約注文できるようになり、その後アメリカの小売店で購入できるようになった。動力源は 1GB と 8GB の内部ストレージを持つ 1.8GHz クワットコアインテルアトムプロセッサである。ネクサスプレイヤーは FCC の認可を受けていなかったため、 発売された最初の日に Google Play トアから取り除かれた認可を受け2日後に Play トアに復帰した。ありがとうございます。